はい、こんにちは、すばるです。今回アイデンティティの動画なんですけど、機械技師のね、立ち回り方とか、チェイスとかね、そういうのも全部含めて、機械技師、完全解説していきたいなと思います。よろしくお願いします。まず、機械技師の役目なんですけど、こそこそね、解読して、こう、最後まで見つからずにね、やっていくと、いう次第で、ございます。あ、なかなかね、そういうわけにもいかないんでね。で、見つかった時なんですけど、できれば強固寺に逃げる。ね、工場の小屋とか、病院の中とか、教会の中とか、教会のなんか奥側とか、なんか、そういうところに、こう、できる限りこう逃げて、それで、時間を稼ぐ。っていうのが、こう、やっぱ強いですね。もう、これがもう機械技師の中の戦い方。でも、なんか、そうは言っても、強固寺とかなんかそういう、いわゆる強いポジションでね、逃げれるっていう時もないじゃないですか。実際、現実問題。現実ね。理想と現実違うじゃん？こうね、写真で見た女の子と実物は違ったりするじゃん。何を言ってんのかわかんないけどね、俺も。何を言ってんのかわかんないけど、そういうことあるじゃん。ね、それと同じだと思う、俺は。知らんけど。なかなか強力なポジションで逃げれないっていうのも十分あると思う。で、そういう時にはもう、これですよね。板でぐるぐる。もうね、しつこいくらいね、運動会を始める。もうね、運動会強いですね。マジで。こう芸者なんかと戦ってる時なんかね。でもなんかこう板でぐるぐるして、ちょっと危なそうだなって思ったらこう板をバンって出すっていう。そんなやり方が、なんかすごい強いですね。で、もう最後、本当にやばくなったらもう、パペットも出すっていうやり方もね、一つの手ではあるんですけど、これやっぱなかなか、もう、難しい技なんで、これはもう本当にもう、最後の切り札ですけど、ね。で、チェイス時のやっぱ注意点なんですけど、やっぱり、トリシーちゃんね、すごい、見たとか窓の操作速度遅い子なんですよ。で、やっぱ、あんまりこう、板を当てるっていうのは、こう、あんま考えないで、こう、道を塞ぐっていう意味で、板出しとかした方がいいのかなと、個人的には思ってます。あと、これ、全キャラクターにも言えるんですけど、後ろを見ながら、しっかりハンターがどこにいるのかっていうのをね、ほんと確認しながらしてください。まあ、具体的には、その、右側でね、その視点の移動をこう、自分の後ろ側にこう合わせながら、こう、チラッと一瞬でもいいからね、見て、ああ、反対今そっちから来てんだなっていうのを確認して、こう、チェイスしていくと。あと、こう、窓枠を乗り越えるときは、やっぱりね、トレッシュちゃん、窓枠苦手な子だから、窓枠越えるときはもうしっかりね、相手が自分側に来てるっていうのをね、確認して、もうやっぱ飛ぶ。本当にね、すごい、トレイシーちゃんのチェイスって、すごい、結構ね、難易度高いと思うんですけど、慣れたら、そんな大したことないんで、本当にね、まあ、大したこと今もあるんですけどね、泥棒だったらこれ絶対うまくいってるなっていうのもね、なんか、ひがみみたいなのは、正直あるんですけど、ね、トレイシーちゃんのね、もうそれも個性なんでね、もう、それはね、認めてあげようと。ね、今はちょっともう、心穏やかになってるんですけど、もう一時期ほんと、機械技師で勝てなかった時は、本当にね、トレイシーちゃん、なんでもうちょっと早く飛ばないんだって、ちょっとね、トレイシーちゃん攻めた時もあったんですけど、やっぱね、もうそういう風に攻めてもしょうがない。もうね、っていう風に気づいて、俺もね、トレイシーちゃんのね、窓枠のと板、乗り越え、板の操作速度、窓の乗り越え、板の乗り越え、板の操作速度とかね、そういう遅さも含めて、やっぱトレーシーなんだなって思って、やっぱね、そういう風に思ってから、ちょっとね、個性なんだなと、ね、本当にね、今はそう思ってます。もうパペットすぐ出す人いるじゃないですか、もう。早くなんかゲート前に置く人とかいるじゃないですか。もうあれ絶対ダメですよ、マジで。パペットを見つけられて殴られると、もうそれだけで存在感って溜まっちゃうんですよ。普通にサバイバー、一発殴ったのと同じになっちゃうんですよ。同時解読、パペちゃんをさせるのも、存在感が溜まってから、にしてください。
やっぱりね、解読中に、パペちゃんが殴られると恐怖の餌食になって、存在感が2段階溜まっちゃう。ピエロだったら突進ができるようになったりとか、リッパーだったら消えるようになったりとか、もうできるようになっちゃうんでね、スキルが解放しきって後から、同時解読をね、させてあげようっていうのね、本当に思うんで、間違えてサバイバーだと思って飛んだ先がパペットだったみたいな、そんなオチもね、結構あるんで、すごいね、同時解読って強いんですけど、ただ、存在感が溜まってからやってください。で、あと、まあ、解読機が2個以下になったら、ゲート前にね、連れてっちゃっても、僕は全然問題ないと思います。まあ、このあたりは状況を見て、まあ、判断するっていうことにはなるんですけど、一概にね、めちゃめちゃこう、うまい機械技師ではないと思うんですけども、機械技師もね、もっと使ってほしいな、と思って今回、動画作りました。機械技師ね、使おう。